現在日本に来日中のブライトン。しかし昨季は主軸が退団したこともあって、リーグ戦11位と弱体化を象徴するシーズンに。そんなブライトンの現在地はどこにあるのか、ものすごく気になった当チャンネルは、今回とある大阪芸を使い、ブライトンを J リーグに放り込み無敗優勝できるのかを検証。ちなみに今回チームは京都サンガとして J1 に潜入。では手始めに開幕戦を観戦。デゼルビの退任により大幅に一新されたブライトン。果たして戦術三笘は J1 でも通用するのか。しかし前半序盤、三笘に対してのチェックは早く、手痛い洗礼を浴びるブライトン。さらに12分、ブライトンは相手のトリックに引っかかり、最後はエゼにゴールを脅され、広島の思惑が的中する展開に。そんな中16分、ピニャンが三笘の動きを見てスルーパス。最後はこのクロスにペドロがオーバーヘッド。これが入り、ブライトンが理想通りの先制弾。生命線の左サイドからゴールを奪ったブライトン。このチームは三笘がいないと話にならないのだ。するとこの失点で動揺した広島は、柏がランプティに手を出し大バッシング必死のイエロー。さらに44分、ギルモアの突破は阻止されるものの、ペドロが佐々木から強奪しシュート。これも決まり、ブライトンがボーナスとなる2点目。ペドロが世界基準の決定力を知らしめ、前半が終了。ブライトンが余裕の表情でハーフタイムへ。しかしエンド変わると、ゴール欲しさにペドロが悪事に励み、前半の2ゴールを自ら台無しに。それでもその凍りついた空気を三笘が一変させ、試合終了。ブライトンが来日初戦でいい仕上がりを披露。続く2節の相手は昨季王者神戸。日本の高温多湿にオーバーヒートしているブライトンだが、試合は31分、ピニャンが武藤との1対1を制し、プレミア基準を教え込むと、前半ロスタイム、相手のクリアが三笘に当たるも、そのボールをピニャンが回収し、最後はウェルベックのヘッド。ブライトンがいい時間帯に先制。ゴール直後、ウェルベックは井上尚弥級のジャブを見せ、コーナーフラッグに KO 勝ち。さらに後半、ブライトンは守備の時間が増えるも、三笘と共に守備で数的有利を作り、ゲームセット。ブライトンが神戸に僅差で勝利し、開幕2連勝。その後もチームは日本ツアーを満喫し、全勝優勝を期待させる開幕3連勝も。浦和レッズとの試合ではバレバのゴールで先制したはいいが、65分に課題であるボールウォッチャーがあだとなり、開幕からの連勝は3でストップ。この状況には三笘も気が気ではなさそうなので、ここでシーズン終了までスキップすることに。果たしてブライトンは J1 無敗優勝できたのか。ゲームオーバー。ベストメンバーを呼んでもマリノスの壁を崩せず、わずか勝ち点2差に泣き3位フィニッシュ。さらに天皇杯も2回戦であっさり散ると、 ACL も川崎との同リーグ対決に敗れベスト8敗退。気になる個人成績では、三笘がチームトップの数字を残し、自身初の得点王を獲得すると、アシストランクでもギルモアが天下を取り、ブライトンが2部門を席巻。さらにベストイレブンには、ご覧の3人が選ばれる形に。だがこのまま終わると、ブラサポの反感を買いそうなので、ブライトンから巣立った卒業生を帰還させ、無敗優勝できるのかを再度検証。早速この7人をご覧の位置に固定し、ヴェルディとの開幕戦を見ていく。 J1 制覇の野望のためにわざわざ駆けつけた OB 一同。果たしてこの間全体ブライトンで無敗優勝できるのか。しかし開始早々トロサールは三笘にパスを出さず、不仲説が急浮上。それでも35分、三笘がグロスに預け裏に走ると、最後はこのパスをダイレクトで決め、ブライトンが目を見張る先制弾。これにははるばるやってきたブラサポも大歓喜。さらにその6分後、ブライトンの攻撃意識が縦に向くと、最後はトロサールが確実に仕留め、ブライトンが先制からすぐさま追加点。卒業生のカムバックで
息を吹き返したブライトン。やはり無敗優勝するには彼らの力は不可欠なのだ。そんないい内容で前半が終了。試合は後半になるとブライトンはペース配分を考慮し支配率を極限まで高め、試合終了。ブライトンが実力通りの結果を残し、縁起のいいスタートダッシュ。さらに強豪町田相手にもグロスダンで黒田采配を攻略。この2試合で優勝は間違いないと思った我々はここでシーズン終了までスキップ。果たしてブライトンは OB たちの力で無敗優勝できたのか。これでもダメ。 J1 の歴代最多勝ち点数を余裕で更新も、些細な1敗が足を引っ張り設立勝ならず。それでも個人成績は三笘、ソリマチ、マクアリ、トロサーモンのファンタスティック4が大暴れし得点ランク上位を独占。さらにアシスト王はグロスが受賞すると、ベストイレブンはブライトンが過半数を埋める結果に。さらに天皇杯も順調に勝ち進み、決勝でレイソルと対戦。試合は25分、ブライトンが相手ブロックの外で隙を伺い、最後はククレジャのクロスにトロサール。ブライトンが狙い通りの先制ゴールも。この1点で気が抜けたのか、優勝目前で柏のパワープレイにやられ痛恨の同点弾を献上。それでも延長でマクユーがセンス抜群のフリーキックを沈め、ゲームセット。ブライトンがレイソルとの死闘を乗り切り悲願の天皇杯初優勝。それに加え ACL でも上昇魂を発揮し、決勝でタイのブリーラムと激突も。あの失点が原因で屈辱の敗北。ブライトンのアジアツアーは中途半端な結果で終了。ということで検証結果、ブライトンの未来は暗いでした。いつもご視聴ありがとうございます。ぜひ今後やってほしい企画がありましたらコメントで教えてくださいね。それではまた次回お会いしましょう。